ピーター・ゲッチェはデンマークの医学研究者でデンマークのコペンハーゲンにある北欧国乱センターの代表を務めた。彼は国乱共同計画を通じて多数のレビューを書いている。彼の調査には偽薬は意外にもほとんど効果がなかったという調査や多くのメタアナリシスはデータ抽出の誤りに弱点がある可能性があるといったものである。 ゲッチェと彼の共同研究者は、研究方法や他の科学者による解釈を熱心に批評してきており、その例は、偽薬のメタアナリシスにおけるものである。ゲッチェはまた、メタアナリシスや医学雑誌の編集者の独立性や、医療コーストライターについて発言している。2013年には、彼の著書、死にうる薬と組織犯罪、大手製薬会社は、 いかにして医療を腐敗させたかが刊行された。これは2014年英国医師会ブックアワードの医学の基盤部門の一等賞を受賞した。2014年4月30日、英気属院にて根拠に基づく精神医学評議会の開始が宣言され、過剰診断と過剰治療に対抗し、薬物療法の有害な影響を公表することを目標としている。 2017年のドキュメンタリー映画、精神医学を診断するが公開された。ピーター・ゲッチェは、生物学と科学の学位を取得し、アストラの営業担当者として、キャリアを開始し、働きながら医学部にも通った。彼は、内部からヒステロイド性抗炎症薬において、いかに試験が悪用されるかを調べた。遠征度のランダム化比較試験のバイアスに焦点を当て、 資金援助が結果に影響を与えるという重要な知見を得た。そして彼は国蘭共同計画を支援し、また北欧国蘭センターを設立することになる。ゲッチェは乳がんに対するスクリーニングとしてマンモグラフィーを使用することを批判してきており、正当化できないと主張してきた彼の主張は議論となった。マンモグラフィースクリーニング研究のメタアナリシスに端を 発する彼の批判は、マンモグラフィーによる乳がんに対するスクリーニングは正当化可能かは、2000年にランセットに掲載された。その中で彼は、無作為化が不十分であると反論し、8研究中6つを切り捨てた。2006年には、マンモグラフィースクリーニングについての月程による論文が、印刷前の電子出版のヨーロピアン・ジャーナル・オブ・キャンサーに掲載された。 後にその雑誌はいかなる正式な撤回もなく、ウェブサイトから完全にその論文を削除した。後にその論文は、編集者による短い注釈付きでデニッシュメディカルブレティンに掲載されており、ゲッチェと彼の共同研究者は、同研究者らが関与しなかった一方的な撤回について発言している。2012年には、彼の著書、マンモグラフィースクリーニング、真実、 嘘と論争が刊行された。2012年ゲッチェは製薬産業による企業犯罪は一般的で深刻かつ反復的であると題する論文を公開し、その短縮版がイギリス医師会雑誌に掲載された。近年、大規模な適応外仕様の違法なマーケティングが繰り返され、それは実際に司法によって裁かれ、数十億ドルの罰金も課されている。 2013年には彼の著書死にうる薬と組織犯罪大手製薬会社はいかにして医療を腐敗させたかが刊行された。これは英国医師会によるブーマブックアワード2014の医学の基盤部門の一等賞を受賞した。2015年9月には死に至らしめる精神医学と組織的否認が刊行された。根拠に基づく精神医学評議会は 近代精神医学の前提に挑戦するために設立され、精神医学における過剰診断と過剰治療に対抗し、精神科薬物療法の有害な影響を公表することにあり、2014年4月30日営機属院にて開始が宣言された。多くの先進国において、金融危機に先行して、精神と行動の障害の障害給付金が増加し、 その薬物療法は人々を職務復帰させることができないことを示している。2018年5月のヒトパピローマウイルスワクチンについての国連レビューについての論文についてピーターらは7月に議論を起こしていた。その BMJ エビデンスベイスドに掲載された国連 HPV ワクチンのレビューは不完全かつバイアスについての重要な証拠を無視しているでは ピーターらの1月の調査ですでに46件のランダム化試験が完了しているのに、26件の試験を使ったし、その他の副作用についての情報をいくつかの点で見落としていると指摘していた。9月14日、ピーターの追放について12人の理事の6人が賛成、5人が反対し、追放の決定後に、このような追放は国連の精神に反するとして4人の理事が辞任を、 表明した。続いて二人が辞任を求め、コクランは理事の半分を失うことにつながった。ゲッチェは倫理統制の危機だという声明を発し、サイエンスマガジンの取材に対して、コクランへの出資者が圧力をかけたのではないかと漏らした。2012年にマーク・ウィルソンがコクランの CEO となってから商業に対して有効的になってきており、追放は こうした動きの一部だと述べている。ありがとうございます。